た。やってもただ。めちゃめちゃ暖かくてお散歩日和です。自転車日和。こうやってさ、自転車でさポイント探すっていい運動にもなっていいね。運動だけというかポイント探しだけで終わるかもしれない。風が強くて行ったりしなかった。この前さ、ザリガニポイントでさ口細が釣れたんですよ。でもそのポイント行ったんやけど、すごい水が綺麗になってて全然運動がなかった。なんか1週間のこと状況変わんやなと思って。わかんないわ。安全運転で行きます。といったいいポイントがなくて景色がだいぶ変わりました。サイクリングロード、でも結構走ってるんですよね。時間走ってるよ。ただのサイクリング動画になりそう。このままでも一つなんで、はい、今ちょっと良さげな水門を見つけたのでここでちょっとやってみます。試しにやってみる。全然反応ないわ。痛い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 。いませんね。どうしよう。移動移動。これまたいい景色に変わりました。どこまで来てんの私。これちゃんと帰れるかな。今日は皆さんにサイクリングロードをお届けするっていう動画でいい。なんかどんどん景色が変わってしまって、もうこれどこかな状態です。自転車でこんな遠くまで来た初めて。めっちゃ疲れた。どこで休憩しようかな。はい、また新しいポイントをちょっと試してみます。まあ分からんことだらけやから。とりあえずやってみよう。棚ちょっと深くしてみようかな。分からんけど、なんか何でもいいねんけどな。小物波立ってるな。ちょっとキワをやろうか。え、全然反応ないな。自転車乗ってる時間の方が長いな。
当？どこにいんの？マジで。てか結構深いんかな。そんなことないな。おらんわ。ちょっと待って、目に虫が入った。痛い。ちょっと遅いランチします。サンドイッチ。外で食べるものといえばサンドイッチ。卵サンド大好き。自然の中で食べるご飯って美味しい。メロンパンも買ってきました。学生の頃さ、いつもメロンパン食べてました。お腹いっぱいない。はい、完食しました。ごちそうさまでした。今日は自転車でいろんな景色見たり、こうやってピクニックしたり、すごいのんびりできました。タイミングわからない。お、すっごい沈んだ今。すぐ当たってんだよな。え？なんか当たり終わっても全然ならん。思ってたより難しい。わからんことだらけ。遅かった。分からへん、暗くて。お、え、でも餌あんやもんな。お、でっかい声が、でっかい、でっかい声。ズボンって入った時なんか、それともこう当たった時なんか分からへんな、スタイミング。ちょっと帰って勉強しよう。暗くなってきたんで、またリベンジに来ようと思います。でも反応あっただけで嬉しいな。早いかな。めっちゃ沈んだよ。めっちゃ沈んだよ。遅いな。遅すぎるな。うわっ、ごめん。キラッとした。キラッとしたけど。なんなん。細い？細いですか？うん、全然無理。1匹でいいのに。あ、すごいフラウってる。釣れる。平打ってるのに食わない。
ど。そうです。今いいやんね。卵のさ、顔ぶむじ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 よっしゃ、もう最高。今すっごい持ってってんけど。はい、合計これだけ釣れました。いや難しかったけど、でもちょっとなんか掴めてきた感じがして楽しかったです。はい、おいしいですね。